なんてこったあんなの身に間違いなく何か起こったくそ俺はどこに行ってもぶ行き止まりにぶつかる彼女が血上から消えてしまったみたいだええ僕たちは真実に近づいてはったかまだ希望はあるか君は僕たちと一緒にいるべきだったここで攻めてもしょうがない 確実に近づいてはいる警官が首か息をっかけているから何もできなくなった俺はもう彼女を捕まえることはできない 彼らが、俺があんなが行方不明になった理由だと思っている。彼ら、お前に電話したのか。回、まあ、してきたよ。アスギがあなたを評価していた。彼らはあなたが求められていると言っていた。あじゃあ彼らから何も聞いてない。求められていると言って、くそーって。 くそ、情報隊が絶望的になってくるどんどんなんてこった家にも居合いない彼らは俺を探しに来るに違いないくそ。君におねお前にお願いす,する必要があるみたいだなお前は 彼らに俺のことを知らせることとをせるはできないなぜこっちが君に耳を傾ける必要がある最悪の事態とは一緒に行くといいかもしれないな最悪の事態は、うん、グレイックンディフレンド You know I have nothing to do with Anna disappearing. Aibou! Tomodachi! Imasara ka yo! Do good guys like me in jail? I sure as hell don't want to find out! if anyone asks, you gotta back me up. Imasara aibou da tomodachi da ittemona. 刑務所に行くことは選択肢いないもう、これから先は、は、お前に任せる。勝手に任せられたな。んスパーク親愛なる案内アンナウンからスパークのアカウントにログインした。関係値を、あ、スパークはログアウトさせられた。かあ グレッグはもうダメかバックスバニーのファン会っていうこと何のことだそれはいいねこれは関連性がある何のことだカーテンアニメのことか 女装して敵を罠にいおぶきょう性エピソードが森田だくさんの古いアニメさこの話がどこに向かっているのか分かったよ私は漫画のウサギじゃないよ理解できないこの話がどこに向かっているのか分かったよやれっていうことですね君は僕が考えていることを理解したみたいだね このクス野郎を武器寄せる必要があるバックスバーにそっくりにねどうやって変装はしない彼をエサインするの <laughs> どうやってよーし甘い計画を聞かせてあげようインポスターアカウントジェームス この詐欺師、別名ジェームスをその行為で捕まえたらどうなるこれがスパークの犠牲者をおびき寄せる、セルクソ野郎である場合、彼自身のゲームで彼を倒す必要がある。テレビのように男たちがオンラインで子供の不意をして捕まえる場所を知っている。僕たちも同じことができるはずだ。なるほど。つまり女性がベッドで寝ていたら男性の方はそっちの方におびき寄せられると。 ししか一体何者なんださっきから迫ってきき迫ててる相手は私たちというか私のことだよねが一番上。真ん中がうまくいくと思ってるってかロングショットのように聞こえるよって。<laughs> それは私のことだよね。 君は彼女の電話を持っているからね。僕もやってみるよ。アンナのスパークアカウントを使用して新しいプロファイルを編集する。でも今、スパークからログアウトさせちゃったよ。ジェームスと会ってみてくれ。ミーティングを設定する。そこから彼を。それをどうやったらできるんだい私は再び嘘をつく必要があるのかいそれはいいアイデアじゃない。それはどうやったらできるんだい スパークを使って学んだことがあるテレビを見てくれそしてほとんどのデートのアドバイスを読んでくれより良いマッチを得るにはその人のタイプでなければいけないんだタイプ超き聞こえるタイプ操作タイプってあれですよねアンナのムービングとかまあ趣味の項目の話ですよねあれ。 誰にでもタイプがある君にもタイプあるだろう。よく考えてみたら君が男性なのか女性なのかも分からなかったな。それが大切なことなのかまあ私は男性だよ。 ああ、もったいないな。ごめん今のはポイントじゃない。偽のプロフィールを作ることについて話そう。スパークの使用中に姿を消した全ての人に共通点があった。21歳から25歳までの間ってことですね。作成するプロファイルにそれらの類似したタカを含まれていることを確認してくれ。あと本か。推測できると思う。 多分、アンナのアカウントで次は来ると思われる。ってことは、男性で作ればいいんじゃないかな。本好きの男性で21歳から25歳まで。多分、それでいけるはず。君は、僕が考えていることを理解してくれてるみたいだね。僕が君に送った記事には、手がかがたくさんあるはずだ。キャシーとも話した。行方不明者全員。アンナ、キャシーには共通点がある。 それが何であるか見つけて正しいタグでプロファイルを作成するだけだ僕にできることは君にもできるはず君と同じくらいスムーズにできればいいんだが君の魅力はもっと多くの作業が必要さ変なことをしないでくれって君と同じくらいスムーズならいいんだが これは女性の画像女性でいくのかこの画像が必要になるかもしれないプロフィールに使う写真をいくつか送ったよ。 アンナの写真を使わない限り大丈夫なはずだ。三人の女性の写真が横たわってるだけだけどって。これを使うことができるの仮にアンナ友達の一人を使用できる。それはやべえだろ。これを使うこってもいいのかい 僕は基地に飛んだ男だからね。それがどこを、それをどこで集まってきたのか知ってる。心配しないで試してみてくれ。アンナのスパークプロファイルに移動して作成を開始してくれ。犯罪者を捕まえるには、君が被害者になる必要がある。君のプロファイルが彼らのプロフィールと似ていることを確認してくれ。覚えておいてくれ。重要なのはタグだ。最後のムービーか。 なんだこの画像走ってるケラしてる気がすると女性の声「アンナか?」「アンナが何かから逃げている」スパークいきましょうん 愛を探しているこれが必要だったのか何か書いてあるダメだ文字が「C シル B ーセーブ」 なんちゃらノットトラストイッツワードノッティングイズワットイズシームズシームズこれはこの画像はジェームズの待て待てやめろ <laughs> これは男性だということは ジェームスなんてこったアンナいや正確にアンナに化けてる人か人なのかそれとも化け物なのかも分かりませんが。 助けてって言ってますね誰かいるの私に答えて助けて あなたはあんなじゃない。一体何が起こったんだ私にもわからない。最後に覚えていることは、私は外出していたの。確か、ジェームズ会いに行ったんだと思うわ。覚えているのは、 彼は屋根の上に立っていたこと。彼は無事なの。なんて言えばい,いいんだよ。彼は倒れた。彼は飛び降りた。それは今重要じゃない。それは今重要じゃない。彼は死んだのああ、やっぱ気づかれたか。そりゃそうだ。人が屋上に立ってすることなんて、祝儀かもうそれぐらいしかない。私のせいよ。 私は彼を見て、孤立したの。効果は出なきゃ。薬漬けにでもされたのかしら。今どこにいるの一体何が起こっているの今どこにいるのん色が褪せていってる。 わからない暗いわからないわ本当に怖い私に手を差し伸べようとしてきてありがとうジェームズの電話を見つけたことを神に感謝するわあなたは嘘をついているジェームズの電話を何者かに発見されたらしい これはアンナの電話のはず。ちょっと待ってくれ。これにじゃあ何の電話だアンナは今どうやってこれやってんの他人の電話に違いないわ。一番大事なことがわからない。私は今自分自身を助けることができると思う。私は外に出て助けを求めるわ。諦めないでいてくれてありがとう。 私は行かなくちゃ見かけどおりのものでは何もない私は今あなたを信頼することができない私はこれを手放せないこれを手放すわけにはいかないこれは彼はあなたに言わなかったの 正体を表せあなたはアンナじゃないあなたは本当に大なんだあなたは本当に何者なんだプレシデンテ大統領 ?Impressive, a worthy pretender.My perversion fails to deceive you.You you have seen through my mask. 君は私を通してマスクを見ただろう。